ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、複数の値を持つデータ型について解説していきたいと思います。はい、今回なんですけど、まあ、Python の基礎の2回目ですね。まあ、前回は基本的なデータ型として、イントとかフロート、ストリング型とか、ブール型、まあ、ブーリン型、ノンタイプですね、についてやってきたんですけど、今回はですね、リスト、タプル、ディクショナリーと、あとセット、集合ですね、みたいな、まあ、複数の値を持つデータ型について解説していきたいと思います。はい、それではまず概要なんですけど、まあ、今回やる型ですね、オブジェクトの型は、リストとタプルとディクショナリーとセット。で、それぞれ例はこんな感じですね。例えば、この四角い括弧で122とか、これはリストで、タプルの場合は、括弧の形がちょっと変わります。で、ディクショナリーは、こんな感じで、まあ、とんがった括弧なんですけど、これ、A と1が対応してたり、B と2って対応してたりします。で、セットは、括弧の形がこう、ちょっととんがってるんですけど、それぞれ1、2、3みたいな1個ずつの、まあ、値を持つような、複数の値を持つオブジェクトの型になりますと。で、それぞれのこの型について、型の作成方法から演算、参照、あとは変更、メソッド、型の変換とその他について見ていきます。はい。それでは続いてソースコードなんですけど、まあ、今回、このノートブックファイルを使っていきます。2の複数の値を持つオブジェクトのノートブックファイルですね。で、これはこの GitHub のこの URL にアクセスしていただくと、まあ、こういう画面になります。で、これですね。このファイルを、ていうか、まあ、これ全部のファイルをダウンロードするには、ここのコードっていうボタンを押してもらうと、まあ、こういうのが表示されるので、このダウンロードジップをクリックしてダウンロードしてください。で、実際にダウンロードするとこんな感じで、DS Python Master の .zip って出てくるので、まあ、これを回答していただいて、このフォルダーを Jupyter Labo 上で開きます。で、実際に Jupyter Labo 上で開いて、まあ、今回使うこれですね、ファイルを開いていただくと、こんな感じで表示されると思います。で、今回はこれを実行していきます。はい、それでは実際にリスト型実行して特徴を見ていきたいと思います。まず、リスト型の作成なんですけど、まあ、冒頭で述べたように四角い括弧で作ります。まあ、1258でサンプルリスト1に入れたり、あとは ABC で文字型でもできますと。で、まあ別に数値と文字型を組み合わせてもいいですし、リストの中にリストを入れることもできますと。で、まあサンプルリスト1とそれの型見てみると、まあ実際にリスト型になっていることが確認できます。で、続いて演算なんですけど、演算はストリング型、前回やったストリング型と一緒で、足し算、掛け算、因ができます。足し算の場合はもうサンプルリスト1と2をそのままくっつけるだけ。で、掛け算の場合は3回繰り返します。まあこれもストリング型と一緒ですね。で、因もまあ一緒なんですけど、サンプルリスト1の中に1はありますかっていうことで、まあこのサンプルリスト1は1、2、5、8なので1が含まれているので true が出ます。で、続いて参照なんですけど、これも、ストリング型、前回やったやつと一緒で、まあ、まずサンプルリスト1、そのまま表示すると1、2、5、8。で、2っていう風に指定すると2番目の5。まあ、要は Python は0からスタートですよね。0、1、2なので2番目の5が表示されます。で、これスライス表記もできて、左側にこのちょんちょんつけると、まあ、2は含まないのが表示されると。つまり0、1の1、2が表示されます。で、これ2の右にちょんちょんつけると、まあ、2を含んだ2以降のものが表示されるので、まあ、0、1、2、この2を含んだそれ以降の5、8がここで表示されます。で、2から4ってやるとこれ、2は含まれるけど4は含まれないので、2番目と3番目の5と8が表示されます。まあ、これ4番目ないんですけど、こういう風に参照することができます。で、あとはこれ、ちょんちょん2つつけると、まあ、1個飛ばしで、ちょんちょんと2つと2ってやると、1個飛ばしで、つまり1と5ですね、を表示することができたり、マイナス1は一番後ろを指してます。マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4っていう風に、マイナス表記で、マイナス1だったら一番後ろの8とか、マイナス3からマイナス1だったら、マイナス3は含むけど、マイナス1は含まないので、マイナス3番目とマイナス2番目の2と5を表示したりすることができます。で、次に変更なんですけど、リスト型の要素っていうのは変更することができます。例えば、サンプルリスト5を1、2、3、4、5っていう風にすると、この2番目の値を10に変えるよっていうので実際に表示されたら、こういう風に、1、0、1、2の2番目が3から10に変更してますと、変更することができます。で、値の消去をすることもできて、これですね、デリートのデルをつけると、これサンプルリスト5の2番目を消去することができます。実際にこれ、10が消去されているのが確認できます。で、続いてメソッドなんですけど、
まあ、例えばこれサンプルリスト6、1、2、1、3、4で考えます。で、これでいろんなメソッドがあるんですけど、それを考えていくと、まず、アペンドメソッド。これは、リストの後ろに追加するだけです。なので、この1、2、1、3、4の後に5を追加します。で、実際に表示するとこんな感じで、1、2、1、3、4の後に5が追加されています。で、エクステンドも、これ、後ろに追加するだけなんですけど、まあ、リストを追加してます。なので、これ、5の後に5、6をこう追加することができると。で、インサートメソッドは、これ、インデックスに対して値を入れることができるので、3番目に10を入れる。つまりこれ、0、1、2、3番目に10が入ってますよね。っていう風に、インデックスを指定して入れることができます。で、リムーブメソッドは、この10っていう値を消すことができます。なので、このリストに入っている10が次には消えてますと。で、次に、ポップっていうのは、これ、インデックス指定して値を消すことができます。なので、これ、2番目の値を消しているので、0、1、2番目のこの1が消えているリストになっているのが確認できます。で、他にもメソッドがあって、例えば、ドットカウント4で4の数を数えるですね。まあ、1、2、3、4のここしか4がないので、まあ、ドットカウント4は1個だけだよって。で、このインデックスっていうのは4があるところのインデックス。つまりこれ、0、1、2、3番目ですね。なので、4は3番目にあるよっていう風な、メソッドもあります。で、他にもソートメソッドとかリバースメソッドっていうのがあります。ソートメソッドはあれですね。もう早い順から並び替える。で、リバースメソッドはそれを逆順に変える。みたいなメソッドになります。はい。続いて、型の変換なんですけど、これは、サンプルリスト。これ、1、2、2ってとりあえず入れてみるんですけど、まず、まあ、ブーリン型ですね。空のリストは、false に変えられます。で、何か値が入っているリストは、true に変えられます。で、もちろんこれ、文字型に変えることもできるんですけど、まあ、あんまり使わないし、意味ないと思います。で、タプルとか、あと集合ですね、セット。これはまあ、後でやるんですけど、タプルとかはセットに変えることもできます。で、セットに関しては、重複した値を許さないので、これ、1、2、2だったら、1と2だけが残ります。で、逆に、他の、オブジェクト、他の方のオブジェクトをリストに変えることもできます。例えば、ハローっていう文字列をリストに変えたら、こんな感じで、1文字ずつの文字列がリストの各要素になります。で、もちろんこのタプルですね。タプルをリストに変えたり、あと後で出てくる辞書型をリストに変えたり、あとは集合をリストに変えたりすることもできます。で、続いて、ストリング型とリスト型なんですけど、まあ、これはちょっと、特殊なやつですね。まあ、結構便利なので一応紹介しとこうっていうやつなんですけど、例えば、まあ、サンプルテキストにハローワールドで、サンプルパスにこういった、まあ、Mac とかのパスですね。まあ、Mac じゃなくてもいいんですけど、まあ、サンプルのパスで、サンプルリストにこういった、ユーザーズ、ユーザーネーム、ドキュメンツをそれぞれ入れたやつを、まず定義しますと。で、まずこれですね。ストロートゥーリスト。文字型からリストに変えるやつで、スプリットっていうのがあります。これは、例えばサンプルテキスト。これですね。ハローワールドをドットスプリットで何もこう引数に指定しなければ、こんな感じで、空白で区切ってリストにしてくれます。で、逆に、サンプルパス。これですね。このパスを、このスラッシュでスプリットするよっていう風に指定したら、この各要素のリストを作成することができます。なので、まあ、これは、パスで結構使ったりすると便利な、メソッドになります。で、逆に、リストから文字型にするようなものもあって、例えば、このサンプルリスト7ですね。これ、リストなんですけど、例えば、この空白にドットジョインでリストを指定すると、まあ、このリスト間を空白で繋いでくれます。で、逆にこのスラッシュを入れると、このサンプルリスト7、これですね。このリストをスラッシュで繋いでくれますと。なので、まあ、パスの逆変換とかできるので、これを覚えておくと便利だと思います。はい、それでは続いてタプルについて説明していきます。まず、タプルなんですけど、こんな感じで定義します。まあ、カッコですね。まあ、これリストと全部カッコが違うだけになってます。まあ、丸めのカッコで。で、実際にこれサンプルタプル1を、この型を見てもタプルになっていることがわかります。で、次に演算なんですけど、これもリストと同じで、足し算、掛け算、因を使うことができます。まあ、これ結果、このカッコが違うだけなので、まあ、こういう風になるよって覚えておいてください。まあ、リストと大体一緒だよって覚えておいてください。で、次に参照なんですけど、これもリストと一緒です。全部これ、リストと同じ結果になると思います。カッコの形が違うだけですね。で、次に内容の変更。ここが、リストとタップルの違う点
大きい違う点なんですけど、タプルは中身を変更することができません。これ全部コメントアウトしてるんですけど、リストだとこれ、成功するんですけど、タプルでこれ、コメントアウト外して、まあ、これですね、シャープで外して実際に実行するとエラーが起きてしまいます。これがリストとタプルの、だいぶ違う点の一つになります。で、続いてメソッドなんですけど、この、タプルのメソッドもかなり変わります。要はリストではアペンドとかインサートとかリムーブってあったんですけど、タプルは変更できないので、まあ使えるのはこのカウントとかインデックスとか、まあかなり少なくなります。で、次に型の変換なんですけど、まあこれはリストとほとんど一緒ですね。まあ要はブール型、カラーだったらフォルスだし、何かあればトゥルーになると。で、まあ文字型に変形することもリスト型にすることも集合、まあセット型にすることも可能です。で、逆に、こういった文字列とかリストとか辞書とか、あとはこの集合とかをそれぞれタプルに変更することも可能です。なので、まあ、ここはリストとほぼ一緒ですね。なので、まあ、リストと、タプルの違う点っていうのは、まあ、値の変更の可能、不可能とか、あとはメソッドがその分かなり減ってしまうっていうのが大きな特徴としてあります。はい、それでは続いて、辞書型。まあ、これですね。ディクショナリー型について見ていきます。まず、ディクショナリー型の定義の仕方はこんな感じですね。このちょっととんがった括弧で、キーとバリューっていうのが対応してます。まあ、キー1、バリュー1、キー2、バリュー2ってやってるんですけど、まあ、例えば、キーを、文字型、まあ、A にして、バリューを1。で、B には2が対応してる。で、C にはリストが対応してる。みたいな感じで、ディクショナリーを作ることができます。で、それぞれ、まあ、サンプルディクショナリーとか、あとは型を見るんですけど、まあ、サンプルディクショナリーがそのまま表示されて、型はディクト、ディクショナリーになっているのが確認できます。で、これ、ま、いきなりメソッドが出てくるんですけど、これ、ドットキーズってやると、この辞書型、ディクショナリー型のこのキーの部分、要はキー1とキー2だけを取り出すことができます。で、この時の型は、ま、ちょっと特殊なディクショキーズっていうのが出てきます。で、このバリューに対してもそれができて、ドットバリューズってやると、ま、その値のバリュー1、バリュー2っていうのを出すことができます。で、この時の型もこんな感じで、ディクショナリーバリューズでちょっと特殊な型になっているのが確認できます。で、ディクショナリー型の演算なんですけど、まあ、主に使われるのがインですね。まあ、要はサンプルディクショナリー1はこんな感じで、キー1、バリュー1、キー2、バリュー2ってなってるんですけど、例えばサンプルディクショナリー1にキー1はあるか、で、トゥルーになります。で、バリュー1はあるかって、聞くと、フォルスになるんですね。これ何かっていうと、まあ、サンプルディクショナリーっていうのが、まあこれそもそもキーしか指してないんですよ。キー1とキー2だけ。じゃあ、このバリュー1があるかどうかを見たいときにどうすればいいかっていうと、このドットバリューズを使います。なので、まあサンプルディクトドットバリューズで、このバリュー1とバリュー2を取り出して、それにバリュー1が含まれているので、トゥルーになるっていう流れになります。で、次に参照なんですけど、まあ基本的にキーで参照します。まあサンプルディクショナリー1とサンプルディクショナリー2、こんな感じで。まあ、キー1、バリュー1、キー2、バリュー2と、A、1、B、2、C、リストってあるんですけど、例えばサンプルディクショナリー1で参照したいときは、キーで基本的に参照します。キーの1で、実際にこれサンプルディクショナリー1でキー1ってやると、まあ、それに対応したバリューが出てくると。で、サンプルディクショナリー2に対して B で指定すると、この B のキーに対応した2っていうのが出てきます。で、次に内容の変更なんですけど、まあ、これはディクショナリーだと可能です。で、まあ、サンプルディクショナリー3として、まあ、A に1、B にハロー、C にリストっていうのを作って、まあ、まずそれをプリントするとこんな感じで出てきますね。例のディクショナリーが出てきて、例えばサンプルディクショナリー3の B の位置にイコール5っていう風に入れると、これですね、B のところのハローっていうのが5に変わります。で、リストと同じように消去もできて、サンプルディクショナリー3のこれ、A のキーの場所を消すっていう風にすると、この、A の1っていうのが次消えます。次のディクショナリーで消えますね。で、ここがちょっとリストより新しいところなんですけど、サンプルディクショナリーの3の D。これないですよね。A、B、C しか。キーがないんですけど、D っていう風に新しく作って、イコール、例えばアットとかっていう風に入れるってプリントすると、こんな感じで D のアットが追加されます。これがちょっとリストより新しい点。で、まあ、リストより違うのは、まあ、あれですね、キーで、値を参照している点になります。で、次に、メソッドなんですけど、まあ、まずこのサンプルディクショナリー1に、まあ、キー1、バリュー1、キー2、バリュー2って定義したんですけど、まあ、あれですね、キーズとかバリューズっていうのを、まあ、さっきやりました。
これキーとバリューだけ取り出すやつですね。で、他にもアイテムスっていうのがあります。で、これアイテムスはあのキーとバリューセットで取り出します。なのでこれですね、キー1バリュー1とキー2バリュー2がセットで取り出すことができます。で、他にもこのゲットメソッドっていうのがあって、これがちょっと面白いですね。まあ、要はサンプルディクショナリー1のドットゲットのこれキーを指定すると、キー1って指定するとバリュー1が取り出せます。え？ってなりますよね。まあ、このゲットを使う意味がここではないんですよ。で、例えばこのサンプルディクショナリー1のドットゲットのキー3とかってやると、これキー3定義されてないですよね。で、その場合、あの、ディクショナリーで普通に、あの、カッコで参照するとエラー出るんですけど、ゲットだと、ノーンって返ってきます。まあ、あの、値が存在しないので、ノーンと返ってきてエラーが出ません。とか、あとはこれですね。キー3ってやって、で、カンマでハローとかってやると、キー3に値がなければ、ハローが取り出されるよっていう風に設定することができる面白いメソッドになっています。で、次に型の変換なんですけど、まあサンプルディクショナリーこういう風に A と1、B と2っていう風にするんですけど、まあこれ、ブーリン型、ブール型にするときは、これ、あの、空のディクショナリーだと false。何か入っていれば true になります。まあ基本的にリストもタプルも全部これですね。複数の値を持つやつは、空かそうでないかで false と true が分かれます。で、あとは、まあ、あの、文字型に変えることもできるし、タップルとか、あの、集合に変えることもできるんですけど、まあ、こんな感じで、実際に変えると、あの、キーのところだけ、基本的にはキーのところだけ取り出されてしまいます。で、あの、バリューズに対して、あの、タップルとか集合を使いたい場合は、まあ、さっきみたいにドットバリューズを使わなきゃいけません。で、まあ、アイテムに対しても、これですね、アイテムで、要はこの A と1とか B と2っていったそのキーとバリューの対応ごとに見たい場合は、まあドットアイテムにしてタプルとかセットとかに変えることができます。はい、それでは続いてセット型、まあ集合の型について見ていきます。まず、集合型の作成方法なんですけど、こんな感じでちょっととんがった括弧で作ります。まあディクショナリーと一緒ですね。ただリストとかタプルみたいに1個ずつの値とカンマで表現します。で、それぞれ、サンプルセット1、2、3って、こういう例で作って、まあ、それの値と型を見ていくんですけど、まあ、まず型は全部、あれですね、セット型になってます。で、それぞれの値を表示させるときにちょっと特徴があって、サンプルセット1とサンプルセット3はそのまま表示されてるんですけど、サンプルセット2は1、3、4なんですね。これは、重複してる値っていうのは、1個しか、集合では表示させません。で、続いて、演算なんですけど、演算、まあ、例えばサンプルセット1とサンプルセット2でやるんですけど、まあ、これですね、123、8、134っていうのが、サンプルセット1とサンプルセット2ですね。で、まあ、こういったちょっと集合の特別な演算があるんですけど、まずこの縦線、これは、またはです。要はサンプルセット1、またはサンプルセット2に含まれている、ものを集合として新しく定義します。なので、まあ、まずサンプルセット1に含まれている 123A は入ってて、で、サンプルセット2に含まれている1と3は、まあ、もともと入ってますよね。で、プラスして4がここに追加されます。で、この and は、サンプルセット1と2、どっちにも入ってるやつ。なので、まあ、1と3がどっちにも入ってるやつなので、1と3だけ残ると。で、マイナスに関しては、これ、サンプルセット1に入っている上で、サンプルセット2に入っているものを引いたもの。なので、この 123A から 134 を引くんですね。で、1、3が引かれるんですけど、まあ、4はないので無視して、結局2と A になります。で、このハット、このハットは、サンプルセット1とサンプルセット2に共通していない部分だけ取り出します。なので、これ、123A と134で共通していないのは、まず、2と A ですよね。こっちに2と A 入ってない。で、逆に、このサンプルセット1に入っていないのは4なので結局2と4と A が表示されます。で、あとはこれ比較演算子で、まあ、サンプルセット3とサンプルセット1でやってるんですけど、まあ、要は集合の数、まあ、この中の要素の値が大きい方が大きいか小さいかで比較演算子をしますと。で、この場合 true、まあ、サンプルセット3よりサンプルセット1の方が大きいので true と表示されます。で、次に変更とメソッドなんですけど、まあ、メソッドどういうものがあるかっていうと、サンプルセット1ドットアットで、まあ、加えることができます。まあ、アットメソッドで10を加えられると。で、逆にリムーブをすれば取り除くことができます。で、あとはさっきの演算ですね。
縦棒とかマイナスとかあったと思うんですけど、それ全部メソッドでもやることができます。なので、まあ、サンプルセット 1.union、サンプルセット2で、まあ、さっきの縦棒と同じ意味だったり、まあ、これですね、インターセクションだったら、まあ、引き算だった、引き算っていうか、あれ、アンド、かつ、どっちにも含まれてるやつとか、まあ、ディファレンスとか、これ、シメトリックディファレンスですかね。で、同じような演算をメソッドでもすることができます。で、次に、型の変換なんですけど、型の変換に関しては、まあ今までと大体一緒ですね。サンプルセットをこれ122ってして、まあまず空のものは、これ、あれですね、空のセットっていうのは、まあ集合っていうのは、これはディクショナリーとして、判別されてしまいます。で、まあ結局ディクショナリーなので、これあるかないかで、フォルストゥルーになります。で、実際にこれ空の、あれですね、括弧のタイプ見てみると、ディクショナリーになっているのが確認できます。で、それぞれ、セットは、ストリング型とかリスト型とかタプル型にそれぞれこう変更することができます。ただ、もともとこれ、セット型になっているので、結局重複した値っていうのは無視されます。まあ、これ、122を、それぞれストリングとかリストとかタプルにしてるんですけど、まあ、ここで代入される時点でも1と2になるので、まあ、そこはちょっと、意識した方がいいと思います。で、他にも逆に、あれですね、文字型とかを集合に変えるときとかは、これ、ハローを集合にするとこんな感じで、O, L, H, E と。まあ、重複を除いた上で集合になる。で、これも、122のリストも集合にすると、重複を消す。タップルも同じですね。で、ディクショナリの場合は、こんな感じで B と A と。まあ、要は、キーの部分だけ、集合になって変わります。はい、最後まとめなんですけど、今回は、複数の値を持つデータ型として、リスト、タプル、ディクショナリーセットですね、について解説しました。まあ、リストは、まあ、複数の値を持つし、変更とかも可能なんですけど、タプルは、まあ、変更が不可能。で、その分、メソッドも結構減る。で、ディクショナリー型は、リストとかタプルみたいにインデックスじゃなくて、キーで指定して参照とか消去とかをすることができる。で、セットは重複の値を許さないような特徴を持つ、複数の値を持つデータ型でした。はい、いかがだったでしょうか？複数の値を持つデータ型について。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。